うさぎ飛びチャンネルこんにちは、うさぎとびチャンネルでございます。さあ、ついに来ましたね、パンサー像って言っても、通常のプレイヤーには1回しか出ませんし、数十万ドル報酬が上がるだけなんですけどもね、まあ、それでもパンサー像はレアですから、まあ、取りに行かないとですよね。ちなみに1週間くらいの期間限定なので、早めにゲットはしておきましょう。22日までだったかな さあ、今週は何が割引かなと思って見てみましたけども、乗り物は見ての通り、カヨペリコ関係の乗り物ですね。持ってない人は買っておいた方がいいんじゃないのっていうのは、まあ、小さとかと穴やれたぐらいですね。 で、カヨペリコなんですけども、どうせパンサードを取るんだったらハードモードで取りたいよなってことでね、事前準備っていう感じで、以前に2万五千ドルを払ってね、ハードモードでカヨペリコを受注しといて待ち構えてたら、まあ、アップデート後に受注しないとパンサードが現れないっていう仕様でしたね。まあ、これを知らないでね、アップデート後にすぐにね、偵察に行って、 無気目再建が出たんでね、なんだこれって思っちゃったんですけど、なので、とりあえず一回カヨペリコをクリアしに行きました。まあ、この時は運良く西倉庫がね、近海が二つだったんで、 直接屋敷に行って、金塊を取りに行きましたけども、金塊2カ所は1人じゃ全部は取れないんで、結局他のセカンダリーターゲットを取った時と、そこまで報酬額が変わるってわけじゃないんですよね。まあそんなこんなでクリアをしたんで、144分経過するのを待って、改めて偵察に行きました。あ,あ、ちなみにイベント中はこの受注料金の2万5000ドルも割引になってますね。半額かな 確かさあ、カヨペリコに到着をしましたんで、まずは倉庫を見に行きましょう。の葉っぱが2つですね。まずまずですね。まあ、以前の動画でも言ってますけど、セカンダリターゲットのね、価格が変動式になっちゃったんで、まあ、これが葉っぱだったからとか、現金だったからとか、そんなに変わらないんですよね。さて、倉庫の2階のターゲットも見てみましょう。こんな感じか。 一応もう一個の倉庫も見に行ってみましょうかね。そっちが白粉の2個だったらそっちだけ行けばいいっていう感じになるんで、時間短縮の都合上確認はしておきましょう。あら、現金ですね。こっちの倉庫に来る必要はなくなりましたね。 じゃあ、通信塔へ向かいましょう。まあ、この通るルートっていうのは毎回同じにはなるんですけども、毎回寸分狂わずね、同じ場所を走るっていうのは不可能なんで、転倒しないように注意しながら行けないんですけども、よいしょと。あれなんでこけたなんかよくわかんないけど、吹っ飛んじゃいましたね。ここでこけると、監視員の視線のタイミングがずれちゃうんで、めんどくさいんですよね。 このまま突っ込むと多分見つかるんでちょっと待ちましょうかね。早く視点がずれてくれ。じゃあ行きますかね。はい、ジャンプほいっと。ここをね、調子こいて走ってるとね、海に落っこちるんで、まあ撮影をしてるときは慎重に行きましょうかね。さあ、通信塔に着きましたね。いよいよパンサー像の確認ですね。 きたーパンサー像ですよーーーさあ、西倉庫の中身は一応確認をしときましょうかね。あら、現金だ。あれ、こっちも現金だ。ということで、回るルートは空港とメインターゲットっていう感じですね。じゃあ、わざと見つかって、ドっとと帰りましょう。 ここはセッション移動して街に戻ってもいいんですけど、公開セッションに飛ばされちゃうこともあるんでね、僕は空港から帰ることにしています。じゃあ飛行機に乗って帰りましょう。 そもそも偵察に来た時にね、密輸業者になりすましてくるわけですけども、その時にね、あっちで待ってろって言われて、そのまんま島を偵察して回るわけで、密輸業者がいないぞって大騒ぎにならないんでしょうかね。まあ、細かいこと気にしてたら、このゲームはできないかな。じゃあ、調達を始めましょう。まずは小里家の移動ですね。ビーチに乗り上げちゃいましょう。なんか浜辺に人がたくさんいますけど。 こんなところに潜水艦が乗り上げてきたらそれこそ大騒ぎになるでしょうけどロスサントスの市民はそんなことじゃ大騒ぎはしませんさてまずはロングフィンパワーボートの調達ですねじゃあ行きますかバックしますバックしますあら引っか,かかっちゃったまずいなこりゃすんげえ撃たれてるあれくっつかないぞあー死んだ すいませんね。なんか、無様なところをお見せしちゃって。しょうがないんで、警察を排除しながら行きましょうか。よっしゃ、接続できたんで、あとはわざと撃たれましょうかね。よし、俺を撃ってくれ。慣れ、なかなか殺されないな。警察減らしすぎちゃったな。あれ、目の前の人を味方の玉で死んだぞ。こんなのもあるんだな。 ダメだ。全然殺されない。爆弾使いましょうかね。ほいっと。やっと死んだんで、ジョブワープしちゃいましょう。はい、飛んできました。あとは突っ込んでいくだけですね。はい、クリアしました。次はプラズマカッター。写真を撮り終わったんで、デルペロにやってきました。 じゃあ突撃しましょう。はい。よっしゃ、逃げろ。さあ、次はとここは大した作業もないんでカットしましょう。クリア方法がね、ちゃんと知りたいっていう初心者の方がいたら別の動画で解説やってますんでそちらをご覧ください。ということで、クローンメーカーとカッタートーチをゲットしました。さあ、武器の調達ですね。頼むからメリーウェザーだけはやめてくれ。推し707だね。 さあ、ビルの屋上に着きました。突撃しましょう。はい、ヘッドショット。ついでにこの人もやっとくかな。さあ、奥の二人を倒しに行きましょう。さよなら。はい、さよなら。はい、あなたもさようなら。さあ、武器をゲットしました。うん。どうせなら皆殺しにしていきましょうかね。ほい。ほい。 仲間がやられてんのにスマホいじってんじゃない,い,いよ、もう。はい、トイレの中の人もさようなら。はい、最後のお一人、さようなら。ってな感じで全員隠密で暗殺したにもかかわらず、外に出るとヘリが待ち構えてるっていうね。どうにもおかしいことが起きるんですけども。さあ、逃げましょう。さて、準備が整ったんで強盗に行きましょう。まずは空港に向かいますね。 まあこの辺りにボートを止めてと。まあ、こっからはいつもと同じなんでしばらく早送りしちゃいましょうかね。こういうね、レアイベントでパンサー像が出るっていうのは非常に嬉しいんですけどね。まあ、結局のところみんなに出ますし、一回だけですからね。 GTA プラスの加入者でも週1回ですし、まあレアって言われてもって感じですけども、まあそれだったらね、通常の状態で1000分の1とか1万分の1の確率で出るとかにした方がね、レア感があって、SNS なんかでもね、盛り上がるんじゃないかなって気はしますけどもね。 そんな確率でもし引いたらね、絶対スクショ取って自慢したくなりますもんね。まあもしそうなると嘘つきもめちゃめちゃ現れるんでしょうけどね。動画とか画像の編集でどうにでもなっちゃいますからね。さあついにパンサー像とのご対面ですね。いた、パンサー像。とりあえずしばらく眺めましょう。さああとは取って帰るだけで、まあ普段と変わりません。 ということで、報酬はハードモードで230万ドルぐらいでしたね。まあ、なんだかんだで4 50万ドル、いつもより多いっていう感じなだけですね。とはいえね、レアなパンサー像なんで、やっぱりこういうのは絶対にゲットしておきたいところですね。ちなみに、この後144分経過させて、もう一回偵察に行ってみたらピンクダイヤだったんで、もしかしたらパンサー像はね、高額のメインターゲットっていう扱いではなくて、 イベントでの別扱いっていうくくりになってるのかもしれませんね。まあたまたまピンクダイヤ引いただけかもしれないんで、何とも言えないですけどね、このあたりは。 という感じで待ちに待ったパンサーゾーイベントもあっさりと終わってしまいまして、まあ、この他に現在やっているイベントでは海底の隠し財産集めるとボーナスもらえるなんていうのもありますけどね、隠し財産30個も見つけてボーナスが10万ドルっていうね、しょぼすぎる内容で、どうにも企画力に疑問を感じる内容になってますね。まあ、このゲームがね、大好きでずっとやってますし、こんなチャンネルまでやってるんですけど、 どうにもね、イベントの企画力にはずっと疑問を感じておりますね。 まあそのあたりはね、GTA というゲームはアニメコラボとかやっちゃうと路線がずれすぎちゃうんでね、そういうのは違うとは思いますけど、まあ車とか武器関係でね、もうちょっと盛り上げてほしいなーって気はしますね。特にね、僕はソロで遊んでるんで、共同プレイで楽しむっていうことをしてないんで、まあ他の人よりもそう感じるのかもしれないんですけど、皆さんはどうお考えですかね。ということで今回はパンサー像を撮りに行ってみました。 最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。さようなら。うさぎどりチャンネル。